よし、今日はバーベキューだ、そらくん。オッケー。え？今日はバーベキュー。肉、ソーセージとかあるんでしょ？オランダ坂で。今日はバーベキューの日です。豊島宿5円の新たなバーベキューセットを買ったんで、どっから探してきて、お母さんに聞きなさい。バーベキューをして、これからバーベキューセットも頑張って宿泊プランでやっていきたいと思ってます。なんか犬小屋もあってこれも下に引かないかないのそのやつどっから持ってた？家の、店の。ああ、これ黒い椅子がなかったよね。黒い椅子が。また今度して。バーベキュー、これから、コロナ対策として、島宿5円でもバーベキュープランを作ろうと思っていますので、こんな感じで、最新のアメリカ式バーベキューセットを買いました。で、今日はみんなでバーベキューをやって楽しみたいと思います。はい、みんな話せ。お焼きそば食べたけど美味しかったよ。外で食べると美味しかったでしょ、味が。あ、エマちゃん危ない、そっち。え？あの黒いやつなくなったと思う、椅子。あれ使う？カロケ持ちちょっと？なくなってくるのもいいから。あれでも5円に持ちしなかったっけ、いっぱい。4つぐらい5円になったっちゅうけどな、あれ。やったねー。あった、こんにゃん。タマはどっか行ったよ。え？こうやって肉も焼けるし、でもこれどうどう？ほら、よかろ？すぐ火もつけられるし。広がろ？そこでバーベキュー、まあ家の中でしても考えちゃったよね。外で食べたらやっぱ美味しさ違うもんね。何がいいの？お肉あげよっか。ね、あげる焼きそばがいいの？お刺身もあるよ。あれ、お刺身。お刺身？うん。お刺身はこれ以上です。すごい焼けるよ。はい。はい。うわぁ、いい感じで焼けます。ね、どうバーベキュー好き？帰り。うん、うん、うん。あ、触らん。いや、そういうのじゃない。何？かわいいですね。これでもいいわ。これでもいいわ。かわいい。カキンと一緒にやった。みーちゃんがバーベキューな、できるようにならないかね。後ろ、シュッシュ、シュッシュ、今度ね。ブロックで、これやりにくいわ。いや、もう噛まない。怪我したらダメやけ。あ、次ね、ちょっとこれ俺焼くわ。悪気はないの？うん、大丈夫よ。なんかあれやったらもう安いやつでいっぱいあったっちゃけん。こま切れやったらさ。俺なんかバーベキューのステーキっち行ったけんさ。わかる？そう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 、はい。ね、俺お茶飲みて。ね、俺お茶飲みてんだけど。霜降りがすごい。お茶飲みて。お、オッケー、ありがとう。切ったじゃん、お前。あとひっくり返す全部な。気をつけて、暑いけんな。少しお手ばっかしだ。福山もサラムする？うん。やっぱ福山やな。こういう時は福山がいい。かわいい。向こう帰るの、帰るじゃん。応援チャンネルよろしくね。 Please subscribe 応援チャンネル。 Adios。